ハロー、アミです。リーです。私たちはアミ&リーです。今日はちょっと SNS でバズった台湾の風習、路上で落ちてる赤い封筒を写した写真と、その風習は冥婚、冥界の冥に結婚の婚っていう風習が紹介されてた。ことの発端は台湾在住のゴタさんによるツイート。昨日赤い封筒が道に落ちてましたが、私みたいにお金かなと喜んじゃう人は要注意です。これおそらく冥婚です。冥婚とは未婚のまま亡くなった女性を結婚させるという風習。台湾の位牌は家族単位、未婚だと位牌に入らないためと言われている。実際拾ったら必ずついてくるわけじゃないのよ。なんかそういう感じで書かれてたんだよね。誤解は解けたいわけ。縁なんで、拾ったのも縁だけど、そもそもこの死者の意思もあるわけよ。まずね、こいつじゃないかもしれないっていう。まずは必ず聞くわけ。死んだ人の意向をまず聞くのね。で、その人は嫌だって言ったら、もうあなた拾ってもお嫁に行けませんわみたいな感じだし、でもちろん拾った人も拒否権もあるの。だって嫌じゃん、嫌な人がいるから嫌だっていうふうに言って断る。で、その女性さんの遺族は嫌な気持ちも分かるから、その現金が入ってるじゃん。現金だけじゃなくて、ちゃんとしたなんだっけ、日本でもあるんだけど、 お金をピンチンってなんだっけ、日本は。ああ、結納？結納、そうそうそう、ありがとう。結納をきちんと用意するの。それこそ生きた人と同じくらいの金額を用意するから、まあだからちょっと、だってそれ結構儲けだよね。別に、そうだね。で、別に実際結婚するわけじゃない。そうそう、ちゃんと祀らなきゃいけないんだけど、それで OK だから、まあ引き受けてねっていう。と、実はこの死者にいる国の妻はすごい大事にされるの。要はね、死者の人と結婚しても現世に妻もいるわけで。あ、それ大丈夫なの？大丈夫だよ。なんかそのやっぱ噂で言うのは、全然大丈夫。なんか死者と結婚して一生、だからその生きてるうちには誰とも結婚できないっていう。でしょ。誰がそんなんやるの？やっぱり風習ってちゃんと表してちゃんとできてあって、現世に一人の妻を全然めとることできるし、でもその場合はね、死者が尊いっていうことわざがあるのね。台湾では。だから死者は1番目の妻、正妻で、現世の妻は2番目になるから。例えば私、台湾のバラエティを見てると、ある司会者が自分のお父さんも冥界の妻がいて、例えばみんなで食卓を囲む時はお父さんの隣にお箸とお椀を置いて、その彼女の食事っていう、だから隣はつまり1番目の妻で、そのだから空席の隣が本当のお母さんみたいな。だから結構死者の妻をすごく大事にする。しかもね、もっといいのはおまけがついてくるというか、死者の妻と結婚した家はとっても運が良くなるっていう風に言われてるのね。つまり、そうそう、つまり陰界、冥界に味方がいる。冥界でできることをあなたにしてあげるから、なんかすごく治療が儲かったりとか、健康が良くなったりとか。あと一つで見て面白かったのは、例えば浮気をしたとして、その夫が、そしたらその死者の妻が「お前は本当いけません」っつって夢に現れて説教する。面白い。そう、あとなんかね、姉妹の場合が結構ある。姉妹がいとこ、そう、はい、自分の、例えば幼く亡くなった妹とか、幼く亡くなったお姉さんで恋愛結婚したら、自分の妹と思って家族から聞かれるのね。
で、その男性側は全然気にしないよって言ってくれたら姉妹で一緒に嫁ぐ、うんうん、これもまた素晴らしく家族愛あふれる話でね、いいと思うの。一人と結婚が決まったら姉妹両方あのエッチがある、うん、死者とエッチどうする、どうすると思う、アミちゃん固まるあのね、ちゃんときちんと結婚式あげるので、あげた後にその日はほら初夜じゃん、うん、で普通のはまあ やるかみたいなでも死者の場合はまあさすがにちょっとあの明快なのできないから、夫のなる人は必ず一人で寝る、うんうん、まあね、いないからね他の人寝ちゃダメ、一人で寝て、その日は必ず春の夢、あのエッチな夢を見るという、だから夢に来てくれたんだね。結構意外だよね、私も結構怖いイメージあったんで、だから拾ったら絶対もうついてくると思ったけど、あのね、ついてくることもあるみたいよやっぱりあのあるね、面白いあの名コンのエピソードが投稿されたのをちょっと紹介する。その主人公はね、小学生の時におじいさんが亡くなってたの、うん、おじいさんが亡くなると、なんかいろんな儀式があるから、あの魂が集まるのね、亡くなった人も全部、だからその時ね、一人が帰ってきちゃった、その人がね、あのその人のおばで、あのみんなに聞いたら、実はお父さんは長男じゃなくてお姉さんがいたのね。ああ、そうそう、亡くなってて、でその日戻ってきて誰かに取り付いて、で 彼女の話を聞いたら、もうあのちょっと怖がってきたもう私が40なのにまだ未婚だから、未婚をお願いしますって、すぐにその作戦始まった。朝の4時に封筒を送るんだって。で中に入れたのは、この日のこの人の場合は現金と、あのおばが生まれた年、生年月日、生年月日が入ってるのね。でまず最初に拾ったのは外相人の元軍人だったの、うんうん、さあおばあさんが、いやこの人とはね言葉が通じないから外相人だから外相人だから外相人は北京語か、もしくはその地方の出身地方の言葉が得意なんだけど、台湾人は基本台湾語喋るからなしいうふうに、まあ、自分から断ったの、ね、そう、こっちから断ったの、もうそのおばの話も聞かずに、そのこっちで断ったのね。でしばらくしたらもう一人が拾ってくれた。その人はね、おじいさん風貌の八百屋だったので、で私たち説明、まあ、いとこ説明したら、いやいや、やだやだって言って断られたんだけど、その夜電話かかってきて、ねえあのさ、こっちから離れるように伝えてくれないっつってついてきちゃったって言ってでそしたら、あの遺族が、ちょっと おばさんっつって、どうですか、あの離れ、なんかこのままいたい、その人と結婚したいっておばさんが、うんってなったから聞いちゃったんだ。そう、だから矢野さんはね、なんかが電話したんだけど、夜中2時に分かった、引き受けるってなったらしいのでまあ無事に冥婚して、でもね、この八百屋さんはその後すごく運が良くなって、なんか全然八百屋が売れなかったんだって。でも冥婚した後に急に儲かるようになって、八百屋が、そう急に儲かるようになって、そして台北に引っ越したんだって。へえ。で冥婚したとはいえ、親戚扱いをなんかしてくれていて、その八百屋さん元の妻が、あの身寄りのないあのみなし子だったのね。だからあの自分たちの親族のおばあさんもお母さんと呼んでくれて、なんかとても仲良くなったんだって。冥婚はやっぱりなんか縁起がいいみたい。でもやっぱそこでちゃんと引き受けたのが良かったんだ。そうそうそう、そこでなんか、まあ、絶対嫌だって言ったらちょっと、そう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 、台湾はね、全体的に見える一面と、すごくなんか私たち迷信とかいろんなジンクスがいっぱいあって、私は結構それが好きなのね、うん、安心するじゃんやっぱり。安心する、安心するよ。なんか最近お寺に行けてないから、あ、まあ、そうお寺に行きたいなと思ってるわ神社とはちょっとまた違う、神社にも行くけど、文化の一部、そう、頼りたい時に、なんかほら受験勉強とかさ、困ってる時に、困ってる時に、あ、ちょっとね、そうそう、あと子供、よくあるのは子供がこう泣き止まないと、あ、そう、泣き止まなくても寺に行くの、そしたらなんかちょっとこうやってやったら落ち着くみたいな感じで持ってくるのね。となんか海外とかに行くときはやっぱ変なものがついてこないように、なんかそのお蓋をもらって、なんか財布に入れてから海外に行くとかよくやってた。そうね、
確かに台湾の赤い封筒はふうにいろいろ言われてるけど、実際はとってもロマンチックな話なのね。ただ日本人が拾ったらあれかもね、あのちょっと言葉が通じない。そうそう、日本人が拾ったら断られるから安心して、だから元気は抜かないの、ちゃんと残して。そう、次の人に大丈夫、きっといい、きっといい。私みたいに離婚もないからいいよ。離婚もないし、喧嘩もない、慰謝料もないし、悲しい、弁護士もない。またそう話。じゃあね、またー。